始まりました。ほいチャンネルです。この決め台詞で動画を収録するのも随分久しぶりなんですが、皆さんお元気でしょうか。2ヶ月ほどチャンネルの更新が止まっておりまして、大変ご心配をおかけしました。コミュニティの方呼んでいただいて、お分かりかと思いますが、大変残念な結果となりました。何かといえば会社の方にほいチャンネルの動画に対する公認を得られるように働きかけてきてたわけですが、それが頓挫してしまったということです。この報告動画というかですね、これも収録どうしようかなと思ってたんですが、ただけじめを一つつけるというのと、ちょっと今日ね、面白いことがあったので、やはり撮ろうかなということで収録を始めました。ちょっとこの動画見ていただいて納得いかない面とかね、分かりづらい面あると思うんですが、見てみてください。事の発端、騒動の発端なんですが、ほいチャンネルの全面展望動画、走行風景というのは、当然ですけれども、ほいちゃんが持っている個人所有のガーラ、元高速バスのガーラで撮影したものです。これをターくんが会社の車を使って業務運転をしている時に撮影しているんじゃないかという疑念を持たれたというのがまず一つです。もう一つは会社の車の紹介動画、路線の紹介動画というのをいくつか上げておりましたが、会社の車を利用してお金儲けしてるんじゃないかという疑念を持たれた。これが一つ。大まかに分けてこの2つの問題について騒ぎ出した方が親会社の方でいらっしゃって、若干の騒ぎになったというのが発端です。で、それに対してですね、方々から圧力かかってきたというのもあるんですが、こそこそやっていても仕方ないので、会社の方に叱るべきルートできちんと書類を作って申し入れしようということで、働きかけを行うことにしました。これが2ヶ月前ですね。で申し入れして、今まで交渉してきたというわけです。確かに言われてみれば会社の宣伝になるとは言ったものの、ちょっとやりすぎた面、行き過ぎた面っていうのは大いにありました。自分でもその部分について反省してきてたわけですが、やりすぎたと。社会人としてちょっとどうかなという行動が確かにあったと。会社の制服着て撮影とかしてるわけで、倫理的にどうなのかなという部分もあったので、その部分についてきちんとお詫びをして、無許可でやっていたことについてきちんとお詫びをして、その上で会社の公認を得られないかというふうに考えたわけです。ふざけたチャンネルですので、全てについて公認を与えるというのは大変難しいと思いますが、バスの紹介動画など個々の動画について、この動画は会社の許可を得て撮影していますとか、そういう一文がつくだけで随分見方違うと思うので、その一文をもらえるべく活動してきたわけですね。最終的にはチャンネルを公認していただいて、お互いの備考欄だったり、ホームページだったりにリンクを貼って行き来できるような状態。そして、ほいチャンネルと会社を交えたイベントなど企画できたら面白いんじゃないかなと思ったわけですね。それで、騒ぎ出した人を含めて周りの人もなんですが、ちょっと履き違えている部分が一つあって、ほいチャンネルというのはあくまでも個人バスオーナーほいちゃんの個人チャンネルであって、ターくんのチャンネルではないんですね。ですので、今言った思いとかもあくまでターくんの個人的な思いだったわけです。ほいちゃんがどういう運営をしていくか、それはまた別問題なので、あくまでもターくん個人の思いとして会社への申し入れをしたということです。それで交渉のテーブルについていくわけなんですが、直属の上司と営業サイドの役職者、この2人の方と主にやり取りをさせていただきました。先に提出した書類に十分目を通していただいて、またほいチャンネルも閲覧していただいて、十分検討をしていただいたみたいです。まず最初の交渉の時に言われたのは、十分バスへの熱い思いも感じるし、会社の宣伝になっているのもよくわかると。ただ、他社さんへの悪口とか、自治体への悪口とか、お客さんへの悪口とか、そういう会社として許容できない部分が見受けられる。その部分について削除、それから今後は発言しないというのを約束できるかとまず一つ言われました。その部分については、会社の公認をもらうということはこれまで以上に責任ある立場になるということですので、分かりましたと、今後は気をつけますということで返答しております。それから収益という面ですが、会社の動画を上げるにあたってやっぱり収益がつくというのは面白くない。それは削除できますか、収益つかないようにできますかということだったので、動画への収益のつけ方というのはほいちゃんが決めておりますが、その部分については十分考えまして、削ることもできると思います。ただし無料で動画は作れないので、動画を作るにあたって最低限の収益は上げさせてほしいということで回答をしております。いろいろ細かい話はあったんですけども、大まかにこちらの要望と会社の要望と折衝する形で第1回のやり取りは終わっております。でその席で決まったのが、何分古臭い体質の会社なので、一気に上申書を上げて役員まで見せてしまうと一発で弾かれる可能性があると。なので、直属の上司を通じて内々に1人ずつですね、根回ししていこうと。でその上で根回し終わった状態で上申書、正規の上申書を上げて認可してもらおうということになりました。そういうのもあって2ヶ月ほど時間がかかったんですが、最終的には残念な結果となりました。タークの所属会社の方では大まかにですね、いいんじゃないという意見が大半だったみたいなんですが、親会社の方で結局は弾かれてしまうということでした。所詮はやっぱり子会社なのかなということで、卑下してしまう面があるんですが、顧問弁護士さんもですね、やめといた方がいいんじゃないですかという話だったみたいで、弁護士さんにそう言われると会社としてもそうやな、やめとこうかなっていう風になっちゃったのかなと思います。それで何がまずかったのか、公共交通事業者ということで補助金、税金を投入していただいている身分でそういう動画を上げるというのはいかがなものかという部分が引っかかったみたいです。もしかしたら誰か不快にする可能性がある動画ということなので、もしかしたら損害賠償問題につながるんじゃないかとか、そういうのが怖かったみたいですね。結構タークも失言が多いので、直近の動画では特定の自動車メーカーユーザーさんをちょっとディスってですね、ちょっとご意見いただいたんですが、そういうのもあって会社の人間がこういうことを言ってたということで会社に攻撃が加わってくるのが嫌やなというふうに思ったんだと思います。ほいチャンネルを発端として訴訟ですとか賠償請求など不利益を被る可能性があるものについて認めるわけにはいかないと、宣伝効果は確かに認めつつも数字としてどのぐらいの効果があるかというのはわからないので、メリット以上にデメリットの方が大きいというふうに判断されたということです。それでですね、副業の問題については確かにうるさく言われてたんですが、顧問弁護士さん、今もう政府も副業をどんどんやりなさいみたいな感じで副業解禁とか言ってる中で、動画で収入上げるぐらいいいんじゃないですか、お宅またそんな固いこと言ってるんですかみたいなことをね、顧問弁護士さんが言われたそうです。それ以降ね、一切言わなくなりました。就業規則では副業禁じてますので、公にね稼いでいいですとは言えないんですけども、その部分については何も言わなくなりました。ただね、その損害賠償につながるんじゃないか、公共交通事業者としていかがなものかというのが引っかかって会社として公認はできませんよということになりました。それで誓約書の方も交わしております。会社資産及び会社名を動画、コメント、投稿しないということを約束ということですね。その他、社会人、それから会社員として、マナー、ルール、倫理観、就業規則に基づいた発言に留意し十分気をつけるという内容なんですけども、これで何を縛られるかなんですけども、ター君の発言がね全て監視下に置かれるということです。まあ、他社さんからのねオファーとかも来てるんですけども、それに出演すると処分される可能性があるということです。知人としてどこまで拘束できるのかっていう疑問もあるんですけども、会社員としての倫理観というのを聞かれると、ああまあねと、どこまでを範囲に含めるか非常に曖昧で困ってはいるんですが、怖い面があります。ですのでこの動画を撮るのもためらいましたし、視聴者さんからのコメントに返事を返すのもためらうようになったと。ましてや会社に対する批判的な文章にいいねなんか押そうもんなら後が怖いのでね、ちょっとためらってますが、いろいろな弊害が出てきました。それでですね、その誓約書の中には、これに反した場合は会社からの損害賠償及び懲戒処分を受けても一切異議を申し立てませんということで約束したんですね。好きなように処分してくれという内容なんですけども、ですのでこれまでのようなのびのびたーくんはもしかしたらできなくなるかもしれません。この部分だけ聞くと、たーくんの会社ものすごく非常な会社、大変嫌な会社にね見えてくるかもしれないんですが、そういう面も一つあるとは思いますが、実際には直属の上司にはよく話を聞いてもらいましたし、一番残念がってたの誰かというと、その直接話を聞いて窓口になってくれた2人だったんですね。もう営業サイドの役職者なんか営業活動の大変さっていうのは身に染みて分かってるので、この三人衆を泳がせとけばね、ただで宣伝できる効果っていうのをよく分かってらっしゃるので、非常に残念がってました。なんならたーくん以上に残念がってたかもしれないです。で直属の上司の方も、いや本当に申し訳ない、力になれなくて、ただ中間管理職の辛いところも分かってくれという風な言い方でしたね。それを言われるともうたーくんも、大丈夫です、分かりました、仕方ないですというしかありませんでしたが、話を聞いてくれた方々はもう誰一人悪くないんですね。その中間管理職の方々は下っ端のたーくんの要望を聞いて、通るように力添えしてくださいましたが、結局はダメだったということで、一生懸命働きかけはしていただきました。で却下を出した上の方々にしてでも何百人という社員の生活を背負ってますので、不利益を被る可能性があるものについてはダメと言わざるを得ない立場的なものもあると思います。顧問弁護士さんにしても顧問をしてる会社、重役と一緒ですよね。何百人という生活を背負ってる会社の顧問をしている以上はやめた方がいいんじゃないですかというしかないと。それでですね、これまでのことに関して無許可でやってたわけですけども、たーくんに対する処分って何かあるのか心配されてる方もいらっしゃると思うんですが、一切ありません。この部分についてはですね、動画を見た限りバスが好き、この会社が好き、バスに興味を持ってもらいたいという熱意を十分感じると、悪意は全くないということでですね、もともと会社の方も処分するつもりはなかったんだと思うんですが、顧問弁護士さんの方もこれ処分したらかわいそうでしょうということで一言添えてくれたそうで、現状は一切処分対象にはなっておりません。ただ誓約書を交わしましたので、今後はね十分気をつけていこうと思います。そうは言ってもね、若干の無茶は交わしたとはいえ、直属の上司の方でですね呼び出して厳重注意して終了という流れになるんじゃないかなとは思いますが、これ以上ね迷惑をかけないように気をつけていこうと思います。今後のチャンネルですけども、たーくんグッチーというのは時々登場のスペシャルゲスト程度になるんじゃないかなと、残念な結果となりましたが、ちょっとね背伸びしすぎたかなと思います。誰が悪かったかなっていうと、もうたーくんが悪かったんですね。バスに興味を持ってもらいたい、バスを好きになってもらいたい、バス業界を盛り上げたいという気持ちがせいてしまったと、ちょっと先急ぎすぎたなという感じですね。同じ会社のグッチーさんにも迷惑をかけましたし、ポイちゃんにも全くの部外者であるにもかかわらず2ヶ月間もチャンネルを停止させるという迷惑をかけました。本当に関係する方々、いろいろな方に迷惑かけて申し訳ないです、ごめんなさいということですね。ただ一つ言い訳じゃないんですけども、コメントの方にもいただいておりますが、このチャンネルを見て大型2種取りました。バスの運転手になりました。高速バスの運転手になりましたという方がねちらほら出てきてくれてます。これだけでもねこのチャンネル主演として出てきた甲斐があったなと思います。それで面白いことというのがですね、その会社とのセッションの中で、実は会社もネットを通じて SNS とか通じて宣伝しようと考えてたんだけど、今まで腰が重くてなかなかやらなかったということで言ってたんですが、今回の騒動がきっかけとなって、本腰入れてやる方向になってるそうです。タイミングドンピシャで笑えたのが、今日ツイッターを開いたらですね、親会社がアカウント作ってました。もうフォロワーさんついてましたが、これドンピシャすぎてね、間違いなくホイチャンネルの影響だろうと笑ってしまいました。まあ、こういうことがあるんかなと。まあ会社公式でね、やってってもらえればそんないいことはないので、マニア向けになりますけどね、会社がやるとどうしてもガチガチにお堅いものになるので、面白いかって言ったら面白くはないんですが、まあ、そういう方向にね持っていけたっていうだけで、十分活躍、ある種の活躍ですね、できたのかなと思います。まあター君を叩き潰そうとした方々は喜んでるみたいですけども、まあそれに一矢報いるじゃないですが、爪痕は残せたかなと思います。今後はね、会社員としてモラルのある行動を取りつつ、ホイチャンネルにもね、できるだけはっちゃけター君で協力できるように頑張ります。これからも新生ホイチャンネルということになっていくと思いますが、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ター君でした。